ロシア軍ミサイルに対抗できないドニプロ住宅に被弾ウクライナの焦燥防空システムが役に立たず民間施設がロシアの大規模ミサイル攻撃で瓦礫の山にウクライナ軍の防空担当司令官ニコライ・オレシュク中将は14日ロシアがウクライナ東部ドニプロ市の攻撃に使用したような巡航ミサイル KH22 を迎撃・撃墜できるシステムは自国にはないと述べたオレシュクによると KH22 ミサイルの発射高度飛行速度は探知できるがミサイルの軌道は数百メートルずれる可能性があるというウクライナの識別システムは飛来するミサイルが KH22 であることを識別できるほど洗練されているがそれでも一発も撃ち落とせていない ウクライナ軍にはこの種のミサイルを撃ち落とすことのできる兵器がない。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって以来、このタイプのミサイルは210発以上発射されている。いずれも防空兵器で撃墜されていないとオリシュクは語った。KH-22 は重量が約 950kg、射程は 600km に及ぶ。 このようなミサイルを追跡し破壊することができるのは西側諸国の特定の防空システムだけだとオレシュクは言う。西側諸国からウクライナに将来提供される可能性のある対空ミサイル複合システム、かっこパトリオットやック3や SAMPT などだけが飛行中のこうしたミサイルを迎撃することができる。ドニプロ市の被害は甚大。 ロシア軍が多くの地域を支配しているウクライナ東部のドニプロペトロウシク州の州都ドニプロ市では14日のロシア軍の攻撃で大規模な破壊と多くの死者が出たロシアの攻撃の主役となったのがこの KH-22 ミサイルだったウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は14日ドニプロ市内の9階建てのアパートが瓦礫と化し 少なくとも5人が死亡した現場を映した動画を公開した。ロシアのテロで命を奪われた全ての人々を永遠に忘れない。世界は悪を止めなければならない。ドニプロの瓦礫撤去は続いている。全てのサービスが機能している。我々はあらゆる人、あらゆる命のために戦っている。テロに関与した者全員を探し出す。誰もが最大限に責任を負うことになる。 とゼレンスキーは書いていてるウクライナ内務大臣顧問アントン・ゲラシチェンコも建物の破壊状況を示す写真をツイートしたこの爆発による死者は子どもを含む40人に達しているドニプロで集合住宅が被弾被害は深刻瓦礫の下に人がいるレスキュー隊が働いているとゲラシチェンコは書いた ロシアとウクライナ戦争は2月24日で1年を迎えようとしている。ロシアはこれまでの戦争で推定11万4000人の自国軍兵士が死亡しているが、戦争を続けることに固執している。ロシアの大規模攻勢を跳ね返すウクライナの地震。プーチンのメンツを潰した攻撃。 この局面転換の直接のきっかけになったのはウクライナ軍が2022年12月31日夜にウクライナ東部ドネツク州マケエフカのロシア軍拠点に行ったロケット砲攻撃だ宿舎への高機動ロケット砲ハイマースによる攻撃でロシア兵士多数が死亡したウクライナ側は約400人が死亡と主張ロシア軍は執筆時点で死者89人としている この攻撃はプーチン氏にとって最悪のタイミングで起きた兵士らが新年を祝う食事をテーブルに並べ日付が変わる直前にプーチン大統領が行う国民向けメッセージが放送されている時刻に行われたためだウクライナ国境に近い南部軍管区司令部を訪問したプーチン氏は演説でロシア軍が窮地にあることを将兵に率直に語りかけた ロシアはすべてを引き渡すか戦うかというところまで追い詰められただが降参するわけにはいかない何一つ敵に引き渡してはならない前進あるのみだと述べ軍事作戦を続ける決意を示したそれだけに演説を嘲笑うかのようなハイマース攻撃はプーチン氏にとって屈辱的なものになったロシア国防省は公表していないが 同様の部隊宿舎などを狙ったハイマース攻撃はその後も続きロシア兵士の死者は1000人規模に達したとの説もある負けー負カでの兵力損失については既にロシア国内で国防省への批判が出ている2022年6月以降戦場での勝利がないまま兵力のいたずらな損失が続いているこのような状況が今後も続けば プーチン政権への支持が落ち込み、政権内部で自らの権威も大きく揺らぐのは必至だ。ウクライナの軍事筋は、この危機感ゆえに、プーチン氏が政権維持に向け攻勢を決断したと話す。ロシアの攻勢は、東部ドンバス地方、ドネツクとルガンスク両州と南部ヘルソン州が想定されている。 2022年9月の部分的動員令で集めた約30万人の動員兵のうち隣国ベラルーシなどで訓練中だった20万人を一挙に前線に投入すると見られているロシアは今回の侵攻で正規軍などすでに約20万人を投入しており兵力は計40万人規模になる計算だこれに対しウクライナ軍はこのロシア軍の攻勢がなくても 2023年春には自ら大規模な地上戦を仕掛ける計画だったそのためロシア側の動きは好都合と受け止めているウクライナ大統領府や国防省内ではこれからのロシア軍との戦闘をラストバトル最後の戦いと呼び意気込みを見せているラストバトルとはこの戦闘でロシア軍を決定的な敗北に追い込むという意味だ ロシアの大規模攻勢は破れれかぶれウクライナ側はロシア軍の大規模攻勢について破れれかぶれの作戦だと撃退に自信を示すこれまでロシア軍はウクライナ軍の下方の場所を特定するために動員兵にほとんど武器を持たせずに最前線におとりとして飛び出させるというお粗末な使い方が目立っていた。 今後の攻勢で動員兵が一転して強力な戦力になるとは、ウクライナ側も見ていない。このため、ウクライナのレズニコフ国防相は、現状では正規軍を中心に約40万人規模といわれる自軍兵力について、追加動員で増強する必要は現段階ではないとしている。 これまでは軍事作戦の計画を事前に公表するのを避けてきたウクライナ軍最高幹部の中には今回はメディアに向けて作戦計画を大胆に発信する者も,もいるブダノフ軍情報局長は2023年1月4日放送のアメリカ ABC 放送との会見で2023年3月に戦闘は最も熱くなるだろうと予告したその上で 自分の攻勢をロシアに最終的な敗北を与えるものだと強調したほどだこの地震の背景にあるのが今後の戦争方針をめぐって米欧と意思が一致していることだウクライナ軍事筋はウクライナ軍の攻勢戦略にアメリカも乗ったと指摘する公表されてはいないが具体的戦略戦術について 2022年末から何度もアメリカとは打ち合わせを行ったと証言するこれは2023年1月5日のアメリカとドイツ両国の共同首脳声明に反映されたアメリカはブラッドレー歩兵戦闘車をドイツはマルダー歩兵戦闘車をそれぞれ提供する方針を明らかにしたアメリカ政府は1月6日発表した総額約30億ドル 約4000億円の追加軍事支援にブラッドレー50両を含めた今回の追加支援の規模は1回の支援額としては過去最大となった今回の支援には対戦車ミサイル500発も含んでいるドイツはアメリカに続いて地対空ミサイルシステムパトリオットも送るフランスも兵員装甲車の供与を発表 米欧はウクライナの地上戦での攻撃能力を増強する方向で一斉に動き出した今後アメリカイギリスドイツから戦車が提供される可能性も十分にあるブラッドレーはウクライナ側がアメリカ側に以前から求めているエイブラムス戦車とは異なる軽戦車だ歩兵の輸送に加え強力な対戦車ミサイルを装備しておりイラク戦争では イラク軍戦車を多く破壊した実績から戦車キラーと呼ばれたウクライナ軍関係者はぬかるんだ戦場で戦車より機動的に動くことができロシアの戦車部隊を相手に戦闘もできるブラッドレーの方が望ましく維持が難しいエイブラムス戦車はそれほど強く望んではいないと打ち明けるそもそもロシア軍の戦車はすでに相当部分が戦闘で破壊されており ウクライナ側は今後の地上戦でそれほど脅威になるとは考えていないという事情もありそうだ。